こんにちは、Amazon、サポータータ堀秀です今日は Amazon 広告について広告ね、えー、始まりましたって言ってば使い出して、まあ、うまく使えない成果が出ないというね、えー、相談が結構多いんで、まあ、それについてのお答え、まあ、結論から言うと広告を使わなくても売れる商品は売れます日本に住んでいるなら広告運営より商品探しの方が楽です どういうことかというと、例えば500円で仕入れた商品を200円の送料で FBA 納品すれば投資金額は700円と。700円かければね、その商品が売れるかどうかわかる。で、売れてライバルが少なきゃ、そして儲かるなら儲かり続けてる間売り続けると。このシンプルなことやってるだけで稼げるのが、オーストラリアアアマゾン室の醍醐味です。 そう、ね、広告運営はね、結構やることが継続して大変なんです。でそれをやるのが、向いてる人は向いてる、ね。ただ、私はどっちかっていうとそういう作業苦手なんでね、私の動画を見て、あるいはね、私のブログの記事を見て、サポートを受けてる会員さんも、多分私と似たような、えー 性質というか性格というかね、得て増えてなんじゃないかなと思うんでね、多分面倒で広告運営はやりきれないんじゃないかなという気がします。まあ、面倒で気が済まない広告運営。まあ、そんな広告運営を700円かければね、売れる商品が見つかるのに、広告使わなくても売れる商品が見つかるのに、数値分析をするのは効率が悪いと考えています。面倒なことをしなくても商品探しに専念すれば儲かるのがオーストラリアアマゾン室の醍醐味です。 だから、広告、うまく使えないなら、もう使わなくていいというのが結論です。でちなみに、広告運営が必要になるケースは、類似品を出すライバルが多い商品で儲けたい場合、ねえー。ということは、もうライバルが多い日本やアメリカ、アマゾン、これはもう広告運営ノウハウがないと稼ぎにくいです、ね。もう全くのね、独自商品ってライバル誰もいませんなんていう商品を扱ってる人ね、はっきり言っていないですから、もう広告運営ノウハウがないと稼ぎにくいと。 そして、まあ、ちなみに、ここから先はね、もう広告いらないんだって方も見なくていいです。えー、ただね、広告使う場合に何をやる必要があるか。まず、アマゾンが発表している広告に関するデータ。ね、70%のユーザーは1ページ目しか見ない。ね、これ広告うんぬんじゃなくて、アマゾンで検索されて、あるいは表示されたときに、えー、70%のユーザーは1ページ目しか見ないと。だから、ね、えー、そのカートを取る。 1>, 1ページ目っていうのは要はカートが押せる場合はカートが出てるページですからそのカートが取れる商品で取った商品で1ページ目に出てくると売れるということになりますそして35%のユーザーは一番最初に表示される商品をクリック1ページ目は70%は1ページ目しか見ないで買う人の35%は最初に表示される商品をクリックということは やっぱカートを取得できるっていうのが非常に重要だってことがわかります。そして、検索結果の上位3商品がクリック率の64%を占めていると。だから上位3つぐらい見て買う人は買うと。で、全部見る人はね、まあ、正直最安値を探すとかそういうめんどくさい人なんで、まあ、そういう人をターゲットにして、ね、ストレスなく儲かるかって言ったらちょっとしんどいかなって感じなんでね、やっぱ楽に売れてクレームがない商品を探すっていうのが一番重要です。 元に広告を運営するのに必要なことはこの前提条件がありますのでこの前提条件に当てはめるように広告で頑張るということになってきますで広告運営は、ね、細かい修正が必要です0.1%、まあの制約率1000人が見に来てでそのうち1人が買うといった場合ねその 0.12%にすると、1000人が見に来て、1.2人。1000人じゃないか。1万人にした方が分かりやすいか。1万人が見に来て、10人が買うものを12人になると。そうすると20、20%売り上げが増えるという世界です。こういう細かい数字をどうやって調整していくかというと、毎日数字をチェックしてね、あ、これクリックされてるけど売れてないなと。このキーワードは売れないキーワードだなと。 で、キーワードを修正するとか、カタログ修正するとか。で、それを AB テストというんですけど、あの、一個だけ条件を変える。キーワードだけ変えて様子を見る。えー、カタログページを修正して様子を見るっていうのは、果てしなく続けてこの数字を良くしていくのが、この広告運営のやり方です。まあ、こういった作業をこなせる場合は、広告を使うと売り上げ伸びます。ね。あの、面倒なんでね、やってる人そんないないんでオ、オーストラリアでもやってる人ほとんどいないと思いますんでね。 で面倒でやらない、やってる人がいないのをやれば、それは成果出る。でも、じゃあなんでやってる人いないかった面倒くさい、ね。根気が必要、えー。素質も必要。毎日数字をチェックして、キーワードを修正する。まあ、これできそうな人は手を挙げてください。まあ、広告を使ってみましょう。 これね、もしいたら、いてね、え、類似商品がどうこうで、まあ、毎日毎日、あの、じゃ今度のカタログこれ変えてみましょうとか、キーワードそれになったらこのキーワードどうでしょうかとかね、そういうサポートしますんで、もしそういうのね、え、OK だという方がいれば、声かけてください。何しろ、この作業をこなせないで広告使うと、単に広告費が垂れ流しになります。ある程度ね、 無料の枠がありますんで、その5000円とかね、えー、の無料の枠で使ってみて、効果が出るなら使い続けようっていうのも一つの手なんですけど、まあ、実際問題5000円とかね、そのぐらい使っても普通効果出ないです。そこから修正していかなきゃいけないんでね。うん。まあ、自分も話しててね、自分がそれを運営してこうやるんですよってね、手本見せらりゃいいんですけど、いや、もう考えただけでめんどくさいなと。 私自身のこの YouTube の動画の集客とかね、ブログの動画の集客でもそういう細かいチェックをしてないのに、ウルフォーのチェックができるかと。ね、まあ、仮に歯を食いばってね、あんま歯を食いばって頑張らないですけど、まあ、仮に頑張ってやったとしても、そのやったことをね、こうやるんですよって教えてね、それをじゃあ、ジェフを教えてくださいって人が、 ね、たくさん来たら、広告上が大好きな人がたくさん来たら、数値分析がね、まあ、サポートがしんどいと思うんで、まあ、それも気が進まないんでね、まあ、おすすめはやっぱり、こういう根気のいる、面倒なことを考えずに、ね、単純に商品を探して、広告なしでも、面倒なことやらなくても、売れる商品、売れると。で、これでいって、全然別に、あの 30万どころか100万稼げますとかね、200万稼げますとか、いや全然そんなぐらいの金額だったら、あの、単純に商品探しで十分なんでね、まあ、仕入れ資金を全く無駄にしたくないと。ライバルが多いのは分かってるけど、安い中国商品をね、この広告運営の分析によって売りたいとかいう場合以外は、あんまり意味ないかなと。意味ないっていうか、効率悪いかなというふうに考えます。まあ、日本に住んでいるなら、広告運営を 勉強すするるるよより頑張るより商品探しの方がはるかに楽です出せば、ね、何の工夫もなく出せば売れるものは売れるで。売れてライバルがなかなか入ってこない商品は面白いことになかなかライバルが増えないというのがあってね、まあ、すぐ真似されるかなと思ったけど、この商品でもう2年以上稼いでますという商品をいくつも持っている会員さん、ゴロゴロいますので、やっぱり、ねえー、興味が持っている商品、 自分が行きやすい、えー、店で売ってる商品、自分がチェックしやすい、えー、ショップで、ネットショップで売ってる商品をまめにテストしてで、売れて儲かる商品を見つけるっていうのが、やっぱり Amazon へのね、一番の醍醐味。まあ、それが一番楽で、えー、しかも楽しいんじゃないかなというふうに思いますのでね、広告運営、全然わかんなかったり、いじり方わかんなかったり、めんどくせえなと思ったら、全然やらなくていいです。えー、商品探し専念してください。 以上、アマゼフィスサポーター堀秀夫でした。